どう？考えは決まったか？え？でも、ヘルタは？そう。なら、あんたの選択を尊重するしかないわね。それじゃ、元気で。また会いに来るから。慎重に考えた後、あなたは姫子の誘いを断った。汽笛の響きとともに請求列車は間もなく出発するだろう。偶然出会った友人たちはあなたに手を振り別れを告げる。請求列車が旅立った後、宇宙ステーションは早速再建作業に入った。しかしあなたには関係のない話だ。あなたはヘルタと共に性格の研究を始めた。だが早くもヘルタはあなたや性格への興味をなくしてしまう。宇宙ステーションヘルタで平和な人生を送ることになったあなた。その間、請求列車が何度か訪ねてきたが、ある日永遠に消息を絶つ。あなたは宇宙ステーションを往来する旅人から天かける列車と性格ハンターの宇宙を揺らす結末を聞いた。しかしそれらはもうあなたとは無関係だ。